中部国際空港ではお盆休みに海外に出かける人たちで国際線の出発ロビーが混雑する中、国内線の利用者にはこんな人も。もともと15日だったんですけど、もう台風で飛ばなさそうやったので前倒しできました。台風7号の動きに合わせ帰省を早めたといいます。強い台風7号は今日午後3時には八丈島の南にあって、1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んでいます。今後日本の南をゆっくり北上し、15日には暴風域を伴って東海地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。今日から U ターンラッシュが始まった JR 名古屋駅でも1日前倒しました。結構直撃しそうだったので、はい、そこはケアして。台風7号の接近に伴って交通各社は今後計画運休を行う可能性があります。東海道新幹線は15日に、 JR の在来線は15日から16日にかけて、名鉄は15日から16日に、名古屋市営バスや地下鉄も15日に計画運休を行う可能性があるとしています。